こんばんばはローです今回は、えー、ジキルの「ラウンドフェイト」っていう曲があるんですけどもすごくカッティングがかっこいい曲なんですよね。 えー、カッティングっていうと、ホテイさんのあのボーイのバットフィーリングが有名ですけども、僕はこのジキルのラウンドアンドフェイトっていうのは、うんまあ、シンプルではあるんですけども、うん、それでいて、えー、ものすごくかっこいい、えー、もうバッテリーフィーリングにも負けないぐらいの、えー、カッティングの鏡だと思っております。で、今日はあの簡単な、えー、それの、まあ、僕なりのですね、えー、ギターの弾き方の解説と、あと、まあ うん、これに限らずですね、ジキルを演奏するにあたって、ちょっとおすすめのエフェクターがありましてね。まあ GT1 なんですけど。あの、それのご紹介をさせていただければと,と思います。よろしくお願いします。はい、それではあのギターの、えー、双方の解説にうく移っていきたいと思います。えー、すごくあの、握り方はシンプルです。左手は、 親指をまず6弦に置きます。で、人差し指を4弦まで、1弦から4弦までですね、押さえます。で、えー、5弦はミュートしてください。こういう音が出ます。で、あとは、こっちとこっちですね。要するに3フレット目と5フレット目をこう移動していく形になります。 でこの中で結構肝なのがここのねあの6弦なんですよ。6弦をこういう感じで6弦あ6弦の。 が結構肝になってきますでこれを高速でやっていくという形ですね。ゆっくりやってみましょう。 こんな感じです。で、これを早く弾いたらばー僕が冒頭に弾いたような形になるんですが、実はあれ別に完全にコピーできていません。あのー、僕ね、若い頃って結構その、ライブを2週間に1遍とかの頻度でやってたんですよ。で、その時に、あのー、まあ、新しい曲を1曲か2曲覚えて、えー、やるっていうのが、まあ、通例だったんですね。で,でも、その、覚えられない いいんですよね完コピーができなかったんでで僕その頃まあよくやってたのがもうコピーができないもんだからできるだけその雰囲気を近づけていこうというコピーの、えー、方法をとってたんですねですからそれがまあギターが上達しなかった原因にもなるんでまあ、あんまりおすすめはしないんですけどでもあのー、僕のリスナーさんって結構もう大人の方が多いんでまあ、もしかしたらこの。 雰囲気を寄せて楽しむですとか。まあそういった方法も一つの方法かと思います。はい。双方は簡単ですけど、こんなもんになります。また、えー、詳しい奏法とか、えー、解説動画出していけたらと思いますのでよろしくお願いします。次はおすすめのエフェクターになります。はい。それでは次は僕がチ、えー、キルを引くにあたってのおすすめの エフェクターですね。こちらの方を紹介したいと思います。僕がジキルをコピーするときに使うエフェクターは、この GT1 ですね。ボスの GT1 を使っています。えー、これにはちょっと理由がありまして、あのー、このね、GT1 外部の、えー、フットスイッチが使えるんです。で、えー、このね、僕がフットスイッチで使ってるのが、この FS6 っていうものなんですね。で、このフィットスイッチの何が便利かって言いますと、あのー、このエフェクターっていうのは、えー、ラッチタイプとアンラッチタイプっていうのがあるんですね。で、えー、っとですね、えー、この違いなんですが、ちょっとごめんなさいね。ラッチタイプっていうのは、スイッチを踏むたびに切り替わる。で、アンラッチタイプは、 スイッチを踏んでる間だけ切り替わって離すと戻るっていうやつなんですよ。ですんで、僕はギターソロを弾くときはこっちの A をポンって押します。そうするともう押しただけでずっとそのディストーションがかかって、えー、音量も上がってっていう形になるんですね。で、弾いてます。で、えー、さっきジキルのラウンドフェイトの、えー、曲を冒頭で弾いたときにギューンってうねりが入ったと思うんですね。 で、そのうねりは、こっち側の B スイッチでやってるんですよ。で、えー、そのギュワーンと音を出したい時だけ踏む。で、離すと戻る。だから、ズンちゃんとかドぐんちゃんとか、ズんちゃんとかたカたったんズンチャとかたカた,たじゃったン、チちゃちゃんちがギューわっ,っていう感じで、えー、操作ができるんですね。これがすごく便利で、 ジキルを弾くにあたっては、えー、このボスの GT1 と FS6 を使っています。で、えー、ジキルってあの結構いろんな飛び道具のある、えー、曲が多いんですよ。で、この GT1 でコントロールスイッチはそんなに多くないんですけども、この、えー、FS6 ですね。こちらを使うことで、えー、すごくその、えー まあ、エフェクトの領域が広がってくるっていうところですね。で、そういうところがあるんで、まあ、時給で、これだけ、えー、多彩な音色のある曲があるバンドの時給で、えー、対応できるエフェクターが、まあ、この BOSS GT1 なので、他のバンドのコピーとかでもあの使える、えー、エフェクターなのかなと。音もいいですし、すごくおすすめのエフェクターになります。で、ちなみにこの FS6 の他に、 FS7 とて言って、やっぱりペダルが2つあるものがあるんですよ。僕は実はこの FS7 っていうのはあまりお勧めしないんですね。っていうのはなんでかっていうと、この FS6 はこっちをラッチ、こっちをアンラッチとか、こっちをラッチ、こっちをアンラッチっていうふうにはできるんですけど、FS7 の場合は、えー、固定されてしまうんですね。せっかくスイッチが2つあるのに、えー、もうラッチかアンラッチかあのどっちかしかできないと。 っていうふうになってしまうんで、それだったら別にそんなペータル2つある必要もないじゃんっていうことで、僕はこっちにしています。はい、最後にあのボスの GT1 を使う人に、えー、ご紹介したい本があります。それがこのボス g t 1の教科書というものです。これは何、えー、であった方がいいかって言いますと、あの僕、他にズームのマルチエフェクター 使ってるんですねまた今度ご紹介させていただければと思うんですけども、それは説明書で割と簡単に感覚的に操作ができるんですよ。で、GT1 の場合はそれがもう結構できないんですね。で、先ほどあのご紹介したその外部ペダル FS6 ですね。あれをあの接続するにあたって、もう YouTube で探したり、ブログで探したりまあしたんですけども、どうしてもわかりやすいものが見つけられなかったんです。で、 あの結局そのいろいろインターネットであさってたどり着いたのがもうこの GT1 の教科書を買った方がいいよと。で、これがあればもう何でも解決するよっていうことで買ったんですね。まあそしたらこの本本当にすごくてあのー、もう本当にね GT1 の全てが書いてあるって言っても過言ではないと思います。アンプシミュレーターの使い方から、えー、もちろんこの FS6 外部ペダルの使い方まではもちろんいい音を作るためにはどういう風にしていったらいいのかとか、えー、そもそも、あのー、エフェクターの解説とかもあるんですねあのー、まあ、歪み系はこういう種類があってまあ、こういう音が出ますからこれがいいですよみたいなのですとか、まあ、組み合わせですとかまあそういうのがすごく載ってるんであのー、音作りをしたいっていう人 とかにもすごく役に立ちます。まあ、僕はあの外部ペダルのつなぎ方がわからないっていうだけでこれを買ったんですけども、あの、いろいろね、あのー、GT1、あのー、安くて、えー、小さい割にいろんなことができるので、あの、ぜひ、えー、この GT1 と外部ペダルと、えー、ボス GT1 の教科書、この3セットを購入して、えー ギターを楽しんでいただければと思いますはい今日は、えー、ラウンドアンドフェイトのご紹介から、えー、gt 1のご紹介までをさせていただきました、えー、またあのー、チャンネル登録されてない方はもしよかったらチャンネル登録していただければと思います、えー、よろしくお願いしますどうでしたどうもありがとうございました